玉勢の横まで来る赤番過ぎ、誘導外れて3番熊崎突っ張りました。2番の藤井の上昇に対してここは熊崎そして峠、2番の藤井はうまく5番の大谷がアシストして3、4番手に中部勢が収まります。1番覚醒は無理をせず5番手、最後方に短期で7番の殿崎です。2対2対2対1、そして1番覚醒ジャンの3コーナー2センター4コーナーとスパートをして3番の熊崎を叩きます。ここは早めのロングスパートになりました。難関勢1番覚醒そして4番須藤とできりました。叩かれた埼玉勢は3、4番手、そして2番の藤井がまくり上げていくんですけれども、外4番手峠の横向こう正面先頭は覚醒、覚醒逃げて番手4番の須藤、3番手3番熊崎、4番手に藤井が収まって大谷ははぐれて4コーナーから直線、先頭は覚醒、覚醒先頭4番の須藤を振り切ってゴール。覚醒です、力強い運びでした。後ろから一気に行こうと6番の堀、しかし中部勢は反応して突っ張ります。川村若干口を開けています。一旦堀が強引に出てもう一度突き直そうと1番のアウトコースから川村と佐藤です。近畿勢強引に前に出ました。ジャン前5番の小西は引いて4番手打賞を迎えています。堀が先頭です。後ろへ引いた5番の小西、マークは妖怪シアと山口です。近畿対中部勢3対3、まずは6番の堀、今日2日目積極果敢に飛ばします。後ろをしきりに振り向く番手1番の川村、この後車間を開けていく、そして5番の小西が1センター2コーナー踏み込んでいきます。川村がここはどうでしょう、2段掛けか。近畿勢1番の川村番手発進、マークは3番の佐藤です。近畿の2段掛け、そこに俊敏に切り替えた4番の妖怪一夜、さらに2番の山口です。川村の番手まくり、後ろは佐藤、住み寄る妖怪一夜、最後は川村押し切ってゴール。川村番手発進で押し、ホームから1コーナーへと向かいます。前で受けた7番の榎本は上がってきました。大巻ラインを3車出しました。2番の三木は4番手4番手を回っていて、東日本ラインは2コーナー5番手以降に下げ切りました。さあ2コーナーからバックへと向かいます。まずは守備よく前に立ちました3番の大巻が先頭、金が入ります。スローなペースで7番の榎本の出方を伺っている先頭の大巻、さあどこから踏み上げるのか。対して7番の榎本は後ろ2人を連れて巻き返しは、反撃はどこから打つのか。競争最終周回、3番の大巻が最終ホームから先行体制本格的に入りました。番手は6番の高田、3番手5番の南部、波を作る先行2コーナー7番の榎本は空いた内をうまくすくって3番手、そこからすかさず外踏みます。バック線から3コーナー、さあ番手のアウトコース7番の榎本、このトリッキーな動きに1番の井田続いているんですが、榎本行けず3番手に切り替えた1番の井田、先頭は3番の大巻、3番の大巻がまんまと逃げ押せました。2着争い1番の井田と6番の高田でした。一本棒は崩れて4コーナーで熊本勢は中段のアウトからさらに前段まで車を進めていきます。さあ関東勢が熊本勢に乗っていきます。前受け2番の値段はさっと車を引いて下げ切りますか。ここで4番の末木がアウトコース2コーナー上昇しまして、先に前を押さえた尾形をジャン前で押さえています。これで2番の根田が5番手、1番の隅田が最後尾も、難関勢がジャンから急発進、さあ2センターから4コーナーへと向かいます。2
2番の根田隆の速攻作戦、7番の岡村がその浮き出し、若干口は開いているんですが、ここは7番の岡村はうまくコースを縫ってインから2番の根田を追っていきます。さあ合流するも1番の隅田も追い上げていきまして、番手が岡村と隅田でもつれています。さあ後方からは3番の尾形がまくっていく、2番の根田から車間があって7番の岡村陣、そして3番の尾形は3番手のアウト、インは4番の末木でもつれて直線。まずは2番の根田隆のぶっちぎりゴールから2着は4番の関浩二です。3着7番岡村純か。中段から後位へと上がっていきまして、青番バックへと入っていきます。ぐんぐん踏み込んでいく高谷、抵抗する徳永、ここは高谷が引く構えになりました。そして作田の動きを阻みながらという止めの動き、残り2周回を迎えていきました。もう一度執拗に外から追い上げていく作田でありますが、並走状態に再び持ち込んでいきまして、打勝を迎えるところ、今度はもう一度6番の高谷が巻き返します。しかしちょっと外浮いて交代、一方富雄が作田をさばききりました。1番7番3番、その後ろは2番5番、並走から4番後方6番、残り1周回です。さあ作田もう一度3番手外から上がっていく、5番辻も内々を攻めて上がっていきます。最終2コーナーからバックに入っていく、2番手作田が踏み勝つか、富雄ももう一度内からすくって上がっていこうというところ、3コーナー最終的に作田をさばいたのが富雄、その後ろが3番の徳志、九州上位直線コース、後ろを突き放し徳永圧勝、そして2番手の接戦。ここまで来ました、赤番周回に入ります。残り800、石塚は見送って3番覚醒が先頭に立ちます。流します、難関勢プラス短期で4番の照井が乗っていって、引いた6番の石塚は5番手です。サイド連携する1番水谷、そして岐阜の後藤が最後方です。近畿中部ラインは5番手以降に変わります。3対1対3、3番の覚醒が先行体制に入りながらまだ流していますが、4番手に谷間、4番の照井、5番手は6番の石塚です。最終的に覚醒逃げました。岡本がすんなり回って7番の須藤と千葉勢がマークします。そして4番手照井、さらに6番の石塚が後手を踏んで5番手、先に中段から4番の照井が行きました。外3番手から2番手マーク陣、5番の岡本に横まで来る、しかし牽制を受ける、6番の石塚もようやくやってきますが、先頭は覚醒で直線、覚醒先頭、番手5番の岡本並んできますが、覚醒を仕切ったか。さあ7番の松本は型通り、先頭5番の宿口を抑えました。周回を重ねまして1コーナー、九州3社がまずは出て、埼玉コンビが車を引く中、短期のメンバーがアウトコースを追い上げて、まずは6番の菰田が4番手のアウト、そして3番の東が2コーナーからバックスーッと上がっていきまして、まずは4番宮崎のアウトコース、7番の松本の後ろ、とことん番手を伺っていくようで、6番の菰田は3番手に追い上げて、埼玉両者は並走の後ろでどっしり構えているんですが、さあ競争はいよいよ最終周回、7番の松本の後ろ、
後ろ、一旦3番東取りましたが、インには4番宮崎、アウトを追い上げる6番の駒田。この流れの中で5番の宿口はなかなか行けないんですが、2コーナーからバック、さあいよいよまくりを放ちました。バック線から3コーナー、7番松本の後ろ、4番の宮崎守ったんですが、牽制しつつもここはスピードで5番の宿口陽一勝るか、飛びつく4番の宮崎、直線に入りました。5番の宿口陽一まくり一撃です。2着わずかの差で4番宮崎優勢か。3着前受け7番の伊藤相馬がどう出るか、値段を突っ張るか。さあ赤番周回ホーム、7番の伊藤相馬は前受けから突っ張りました。誘導員が退避しまして、難関両者は前を抑えられず、結果元の6、7番手に車を戻しています。2番の鈴木は4番手でサラーシ。さあ7番の伊藤相馬が一度突っ張ってペースは緩めていますが、ジャンから3番の根田が巻き返しました。2センターから4コーナー、さあ本格的に踏み上げる九州ライン、7番の伊藤相馬、3番の根田がここをまくりきれるかどうか競争。最終周回の1コーナーから2センターへと向かいます。さあ1番伊藤朝日の牽制に根田は行けず、結果交代。4番の岡村は切り替えましたが、その関東勢が中段から仕掛けました。2番の鈴木隆二、3番手のアウトコース、ここも1番の伊藤朝日のブラックが向かい撃ちます。2センターから4コーナー、1番の伊藤朝日、そして2番鈴木隆二、番手もつれるも、ここは1番伊藤朝日絶好の展開。1番の伊藤朝日、2着続いた地元5番渡辺勝弘、九州勢からのワンツーフィニッシュです。